ちは成熟した若者をつなぐバードというアプリを提案します。バードは一言で言うと誰もが自由に羽ばたくためのツールです。それではバードの詳しい内容を私たちの活動のダイジェストとともに紹介します。成熟した若者って何？成熟してんのに若者？若い心のことかな。ああ、好奇心のある人ってこと？新しいことに恐れず挑戦できる人のことかな。こうして私たちはテーマにある成熟した若者を年齢、性別、経験は関係なく大いなる向上心や意欲のある人々と定義しました。成熟した若者の人が動き出す新サービスって何やろう？朝日新聞社のメディアラボが面白いと思うからそれとつなげられたらいいなって思うんやけど。めっちゃいいやん。で、私は成熟した若者の人の中でもやりたいことがあるのに動き出されへん状況におる人がおんのはすごいもったいないと思うねん。ああ、例えば一緒の夢を目指せる仲間がいなくてなかなか動き出されへん人とか。そうそう、あと年齢とか経験不足のせいで会社とかではやりたいことに挑戦することさえできひん人とかも。じゃあそれを解決できる新サービスを提案しよう。こうして私たちは自分の目標ややりたいことを一緒に実現できる仲間と出会い、自由に活動できる環境をアプリで提供したいと考えました。そしてそのアプリに飛躍、自由の意味を込めてバードと名付けました。ここである女子高校生高瀬さんがバードを使って夢を叶える瞬間を覗いてみましょう。高瀬さんは田舎出身で夢があってもそれを一緒に叶える仲間がいませんでした。ゲームを作りたいんだけど、私絵を描くことしかできないし仲間もいないし、これはどうしたらいいかわからない。あ、そういえばこの前新聞でバードっていうのの広告が載ってたな。インストールしてみよう。会員登録と。え、年齢は非表示なんだ。上下関係を生まないためかな。私がやりたいのはゲーム作り。私ができるのはイラストレーション。え、こんなチームがあるんだ。アクションゲームのチーム、面白そう。このチームに参加申請しよう。あ、許可された。よろしくお願いします。うん、コンテストに向けて一緒に頑張ろう。おー、なんと素晴らしい。あなたたちの企画を採用します。これから実現に向けて私たち朝日新聞社がサポートします。やったー。実現できた。バードをやってて本当に良かった。なあ、これ俺もめっちゃ使いたいんやけど。私も。でもこれほんまに実現できんのかな。いけるいける。このアプリの魅力をいっぱい考えてみようや。うん。というわけで今からバードの実現に向けてまずは我が社にとっての魅力をアピールします。まずアピールしたいのはこの企画は我が社にしかできないということです。理由は2つあります。まず1つ目に、我が社にはベンチャー企業としての一面があり、現在もメディアラボやメディアラボベンチャーズなどコンテストで採用された事業をすぐに実現に向けて動き出せる環境が備わっているからです。2つ目は、この企画は我が社のミッションである社会を豊かにする新サービスにぴったりだからです。なぜならこの企画が実現すれば、コンテストで採用された事業が実現して社会が豊かになり、また人材育成もできるということです。次に、我が社がバードを運営することによって得る利益の仕組みを紹介します。バードで開催されたコンテストで採用された事業をメディアラボの社員などや朝日新聞社の社員などがアドバイスしたり、金銭面でサポートし実現させます。
その事業で得られた利益の一部は他の企業を事業を実現するときに、また一部は我が社の利益となります。ですが、この仕組みが完全に出来上がるまでは時間がかかると考えられるので、短期的な利益として会員費と広告収入も考えています。次に、私たちが考える利用者にとってのバードの魅力を紹介します。まず言いたいのは、バードは今までにはないサービスだということです。例えば、企業による投資などとは違い、いろいろな人とつながることができ、また自分たちのやりたいことを突き詰められます。そしてもう一つは、バードには使うことによるメリットがたくさんあるということです。特に強調したい3つを紹介します。1つ目、同じ目標に向かって頑張れる仲間にたくさん出会えること。2つ目、平等な環境で本当にしたいことができること。バードでは年齢、経験、場所など関係なく自分の意見を言い、自分のしたいことができます。3つ目、いい事業が提案できたら実現への道がすぐに開けるということです。つまり、このバードが実現すれば、先ほどの高瀬さんのように年齢や住んでいる場所、経済格差などによる学歴の差などの社会的ステータスにとらわれることなく、さまざまな人と出会い、仲間を見つけ、自分のやりたいことを自由に声に出し、それぞれの夢に向けて自由に羽ばたける、これからの成熟した若者が作り上げる、それが当たり前になった世界を見たくありませんか？自由に飛躍できる社会をバードで作りましょう。これで発表を終わります。ありがとうございます。